あ、デート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 、あ、今日は食べ歩き食べ歩き食べ歩き、あ、今日は食べ歩き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 、はぁ、いやぁ、よし、よっしゃ、いてぇいてぇ、これでいっか、おかしくないよね、よっしゃ、食べ歩き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 、しょうたんです。今日はですね、なんかあのマッチョなピアニストのフォルテ君からちょっと呼び出されて下北沢に来ているんですけど、いやちょっと遅いな、まだかな、すまない遅れた、マジですわ、また遅刻をかましてしまいました。いや僕たち実は初めてよね。そうだね、うん、ちょっとこれから徐々に距離を詰めていく食べ歩きデート旅だ。それで、いや、行きましょうか。行きましょうか。お互いシオタンって呼んで、俺はフォルテ君。フォルテ君、うん、そう、フォルテか。マッチョ、マッチョ、まあ、なんでもいいわ。行こうか。行きましょう。初下北。来たことある下北は。あるけど、あるけど、そんな、まあ、用事ちょっと済ませに来たぐらいだから。全然マッチとか。タピオカ自体はあんま飲んだことない。あ、そう、うん、何しよう、塩タンチョイス、あ、いい。じゃあ俺はタピオカミルクティー M で、じゃあ1回目なんで僕が。いいんですか。いいんですよ。ありがとうございます。先に写真撮っていただきます。お待ちください。なんか想像以上に喉に来るね。これあの食レポ超下手ないよ。いや続けてればうまくなる。マジで。最初めちゃくちゃ。だったけど、だんだん。じゃあ塩炭的食レポ。いや、まあ、難しい。とにかく喉にチュルンとジュルっとくる、なんていうのね、こんにゃく、いや、こんにゃく、なんか、なんていうのね、ジュルンとくるよね。ジュルンとくる、タピオカ。俺、初の食べ歩きみたいなのが投稿したの、実は。超慣れてなくてさ、うん、次のスポットへ行くぞ。がっつり食べたいね。ね。がっつりランチ食べに行こうよ。うん、お腹空いたけ。ありや。何食べようかな。何食べたい？肉？肉とかラーメンとか。ラーメン。肉ラーメン。がっつり食いたい。めっちゃお腹空いて、まだ何も食べてないよ、朝から。これ食べてない。1本目。初の食べ歩き中です、イエーイ。やっぱね、どうやって友達作っとったっけ。なんかね、やっぱお互いまだちょっと緊張してるよね。そうだね。まあだって話すとの今これが本当に5分目ぐらいよね。まあそれぐらいしか経ってないよね。ない。全然続かないな。全然続かないな。いやタピオカは美味しかったけどちょっと足りんけんな、ちょっとそう、がっつり食いたいよね。ステーキ、ハンバーグ、攻めていきます。肉だ。時代がやってきた、俺たちの腹が減った。ここら辺、右、左だ。大丈夫か。大丈夫か。じゃあね、あれ、あ、合っとるよ、多分あの看板でね。これかもう一個向こうかな。よし、到着。大人のハンバーグ、累計70万食。それでは行ってきましょう。
つありよな。あれめっちゃ牡蠣の。そうなんですよ。なんで？いや、ノロウイルス。昨日まで？昨日までめっちゃギロギロだった。それを腹痛にちょっと。腹痛に牡蠣の。クソ。さすがや。何も予定してなかったんだけど、牡蠣のファッションを着てくれて、超なんかもう分かってるの、さすがやわ。ありがとう。私これなりにやるんですよ。マジで？あなたにやったの。いい。俺は？あんまり？タンクトップに合おうか。やめとくわ。お、すごい。スタンダムに気をつけてください。ソースかけましたら油跳ねて危険なんで、つけながら。すげえ。めっちゃ美味しそうやな。めっちゃ美味しそう。こんな豪華なランチ、うん、いいのか。照り焼きですか。はい、あ、照り焼きです。めっちゃ美味しそうやな。それでは食レポをやっていきましょう。うわすごい。たまらんわこれは。これはやべえな。え、とろけるとろけるとろけるハンバーグだ。うまそう。ソースにつけて。いただきます。おいしい？じゃあ俺も食います。マジとろけた。マジで？うん。俺はチーズと絡めて。いただきます。うまっ。これはうまい。初めてだ。俺も初めての感じ。ちょっとみんな今から最高なことするよ、うん、黄身を割る瞬間を。うわうまそう。こうこれを豪快に。そしてめっちゃ豪快に。これをたっぷりつけて。いただきます。うめえ。うまいね。これはラスト一口なのでもう一口でいきます。たっぷりソースをつけていきますよ。いただきます。もう幸せすぎてやばい。これはうまい。うまいことだね。金がやべえ。うまかったね。地味上がりやけど大丈夫。上がりでもペロリでも。ペロリ。全然食えるまだ。全然食える。俺まだまだ足りんけん。これからやな。いいな。じゃあこれからどうする？プリクラでも取りに行く。うん。ゲーセン行ってみようか。どうですか？え、かわいい。これをつけるんですね。うわ、すごい。どうぞ、一口目持ちない。じゃあ、いただきます。いただきます。うん、おいしい。ふわふわ。いただきます。ビールもふわふわ。うまっ。
今日はデート企画ってことで塩谷に。いやこんな恥ずかしい。恥ずかしいよ。いいよ、自分で食べても。いやでもやっとくよ、やっとくよ。今塩谷本当に腹の底からやっとくって出したよな。パー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 、おいしい？いただきまっちょ。何撮影係そんな笑ったん。デート、しおたんとデート企画っていうことでな、 YouTuber としてと、撮影だから、そう、撮影だから。いや、まあこれからどんどん仲良くなってくる。初対面撮影だから嫌がるのよ。嫌がるな、嫌がるな、嫌がるな、嫌がっちゃダメじゃん。マジだ。バラ。よし、しようか。ついにプリクラを撮っていきたいなと思いまっちゃ。はい、緊張してますね。そうです。いやだって、ね、男とね、男とってか言い方がおかしいよ。男性と二人でプリ撮るって、まさにまさにね、カップルじゃん。そうよ、今日はちょっと疑似カップル動画を作ろうというのを目標として、初対面なのか、ようこんな企画が通ったよな。お互い、いや本当に、まあプリクラを撮った瞬間にはもう仲良くなってるはずやけど。だといいね、だといいね。それでは行っていこうか。じゃあ仲良くなったし、これからお家まで向かおうか。うん、向かおう。それでは腕組んで行ってきます。ははは。見てくれてありがとね。よければグッドも押してて。な